皆様、こんにちは。秘書技能検定2級パーフェクト講座担当いたします、講師の及川かなえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。秘書技能検定2級パーフェクト講座第1回目の講義となります。 1> 第一回講義のカリクラムを見て参りましょう。第一部ガイダンス。一、本講座の目的、目標。二、秘書技能検定二級ガイダンス。一、秘書技能検定の概要についてご説明申し上げます。二、秘書技能検定。一、特徴。二、難易度、各級のレベル。三 合格率。4. 出題領域と合格基準。5. 出題形式についてご説明申し上げます。なお、同時に、秘書技能検定とビジネスマナーについても解説をいたします。3. 秘書技能検定の合格メソッド、講義方法について解説をいたします。4. シラバス 5. 本講座とキャリア形成について皆様とご一緒に考えてまいりましょう。6. 秘書実務士に関する解説をいたします。7. 受講に際しての心構えについてご説明申し上げたいと思います。第2部は 8. 秘書技能検定の全領域の実問題を実施いたします。その後、 回答と解説をいたします。実施目的は、試書検定の全体像を把握していただくためです。検定への理解を深めるとともに、今後のご自身の学習計画を構築してください。9、第1回講義のまとめ。10、エピローグです。講義に先立ちまして、 講師の自己紹介をさせていただきます。受講生の皆様と、教学、教育、共生できますこと、大変幸せに存じます。有意義な講座となりますよう、誠心誠意、努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。なお、講師の略歴をスライドに記載いたしました。 参考となりますと幸いです。企業におきまして、秘書業務を経験後、ビジネス実務教育に従事いたしました。大学院において、女性のワークキャリア、ライフキャリアに関する研究を遂行し、女性学習士を習得しております。 講師としての活動をまとめさせていただいております。ご参考にしてください。また、学校、企業、政府事業において、キャリアカウンセラーとしても活動をいたしております。学校においては通算20万名の学生、研修においては通算 5万名の受講生を指導させていただきました。所属学会と団体のご紹介です。学会の正会員であり、研究活動もいたしております。資格についてまとめております。 秘書技能検定の一級を取得しております。皆様を責任を持って合格へと導きたいと思っております。また、秘書サービス接遇教育学会の上級秘書実務士、秘書実務士を取得しております。また、秘書教育担当者の認定を受けております。とこちらが秘書実務士となります。 また、上級秘書実務士の資格も取得しております。それでは、第1回講義の第1部を開始いたします。1、本講座の目標、目的。本講座は皆様の秘書検定、自級合格とともに、 1. 1社会人としての総合的な資質の育成。2. ビジネス実務能力の向上。3. 社会人基礎力の向上。4. 秘書実務士の取得を目指しております。ここで社会人としての基礎力、ポータベルスキルについて見てまいりましょう。1. 対人能力。 人に対するコミュニケーション能力です。2. 対課題能力。課題や仕事への処理対応能力です。3. 対自己能力。行動や考え方のセルフコントロール能力です。基礎検定の学習を通して、この社会人としての基礎力を向上させてまいりましょう。 続けて本講座の目標を見てまいりましょう。本講座は、将技能検定の2級の合格、就職や転職のパスポートの取得を目指すとともに、社会人としての必要な知識、マナー、常識を習得、体得していきます。その上で、社会人としての総合的な資質の向上を図ってまいります。 知的能力、対人間関係能力、自己抑制力をバランスよく高めてまいりましょう。最終的には皆様の人間力の育成を目標としております。自らを立ちし、他人と協調し、感謝の気持ちを持ち、心豊かに成長していきましょう。ここで、 社会人基礎力についてご説明申し上げます。経済産業省のホームページを参照していただければと思います。経済産業省では3つの能力、12の能力要素を定めております。前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力です。 そして人生100年時代の社会人基礎力にはこの3つの能力と12の能力要素に3つの視点が加わりました。本講座を通して3つの視点、どのように学ぶか、どう活躍するか、何を学ぶか、そして3つの能力、12の能力要素、前に踏み出す力、 考え抜く力、チームで働く力をバランスよく高めてまいりましょう。2番、秘書技能検定2級、ガイダンス。ここでは、秘書技能検定の概要、そして特徴や難易度、各級のレベル、出題領域と合格基準、出題形式についてご説明申し上げます。 本講座で使用いたしますテキスト参考資料となる問題集のご紹介となります。本講座では、秘書検定2級集中講義改定版を使用いたします。お手元にご準備いただければと思います。なお、参考資料といたしまして、実問題集を 合わせて使用していただけると学習の効果が上がるかと思います本講座で使用しますテキスト参考資料のご紹介となりました続けて秘書検定の概要を見てまいりましょう秘書検定は人柄育成を目指しております 秘書技能検定の主催であります公益財団法人実務技能検定協会ホームページを参照してください。ご一緒に確認してまいりましょう。人柄の良い人とは相手に感じが良いという印象を与えられる人のことです。それはどのようなところで感じてもらえるのでしょうか表情、態度、振る舞い、 言葉遣い、話し方などの人柄の要素で良い印象を与えているのですどのようにすれば良い印象を与えられるのでしょうか秘検定ではこの漢字の良さの表し方について筆記試験問題と面接試験を通して提唱しているのです秘検定は社会に出て 働く人なら誰でも備えておかなければならない基本的な常識を主張機能という名称に集約して検定問題として出題しています基本的な常識ですから誰にでもできることですが感じが良いと言ってもらえる表し方はどのようにすることが必要か この部分について試験問題を通して学べるようになっております。ポイントを確認してまいりましょう。秘書検定は社会人に必要なマナーや常識を身につけるための資格です。ポイントです。秘書検定とは社会に出て働く上で必要とされる基本的な常識を身につけることができる試験です。相手に感じが良いを という印象を与えるには、どのようにしたらよいか、試験問題を通して学ぶことができます。秘書検定は、秘書になりたい人だけではなく、社会人として必要な知識が問われます。企業知識やビジネス文書はもちろん、正しい敬語の使い方、ビジネスマナー、接遇などについても、 幅広く学ぶことができます。本講座で習得したビジネススキルは全業種、職種に有効と言えるでしょう。就職試験やインターンシップにも活かすことができます。ポイントです。秘書検定は文部科学省の 講演の資格です。二つ目、資格取得によりビジネスマナーの知識があることの証明となります。三つ目、マナー系の資格として知名度と実用性が非常に高い資格と言えるでしょう。四番、秘書になる人だけではなく、一般企業で働く人、公務員や教員も含め、 職業につくすべての人に有効な資格と言えるでしょう。5番、秘書検定は年3回実施され、年間約12万人が受験しております。6、受験に年齢等の条件はなく、誰でも挑戦することができる資格です。それでは皆様とご一緒に、 初技能検定の資格の取得のメリットを確認してまいりましょう。先ほどもご説明申し上げた通り、初技能検定は社会人として必要なマナーや常識を学ぶことができます。また、資格取得の過程で主に次のような知識やスキルが身につきます。社会的常識と経営管理に関する知識、 マナーや話し方、接遇などの知識やスキル、会議、文書作成、資料管理などの仕事を行う上での知識やスキル、また、書として仕事を行う上での資質の向上を図ることもできます。また、書の基本的な役割を理解することができます。さらに、 仕事上の判断力や対応力を培うことができます。ここで皆様とご一緒に基礎検定とビジネスマナーについて見てまいりましょう。ビジネスマナー。ビジネス社会は人と人とが支え合い、協力し合い、機能しています。 ビジネスマナーは社会人としての規範であり、相手を尊重し、良好な人間関係を築く、思いやり、社会への配慮です。